いつもオープニングでふざけすぎたぞ。だいたいさ、見てるみんなも一日こういうオープニングがなかったぐらいでさ、コメントに今日あのオープニングないのか、なんか物足りないなっていうのやめてもらっていいかな。僕だって毎回このネタ考えるのめちゃめちゃ苦労するんだからね。大の大人がそういうこと求めんなって。はい、それじゃあ今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、プリーズプレイディストロールレベルゲームということで、この素敵なトロールコーストをやってくださいっていうことでしょうか。で、気になったのがさ、これサムネにブリングって書いてるでしょ。で、このブリングっていうのは、あの世界一トロールコーストを作るのがうまいキングブリングさんのことなんじゃないでしょうか。ってことはこのコース、キングブリングさんに送られたものか、もしくはキングブリングさんを尊敬してるがために作られたコースだと思うんですよ。いや、マジでめちゃめちゃ楽しみだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.93%。 ただ気になったのがさ、私は窃盗を愛していますって書いてたから、キングブリングさんのコースと全く同じだったらどうしようと思って。なんか見たことあるぞこのコース。ちょっと待って、本当にキングブリングさんのコースかもしんない。マジで見たことあるこのコース。開幕花。いや、まさか同じようなコースだと思わなかったな。さっき見た、それ同じやられ方すんな。すいません、ここは右ダッシュでしたね。そしてブラパをかわす。でも罠とか全然忘れてる。うわ、どうすればいいんだろう。じゃあ一旦ミスチ踏んでみようか。打ち閉じろー。P スイッチも何も踏まない。今日はもう絶叫はいいや。もう疲れた僕、オープニングからあんなん飛ばしてさ。だから今日は絶叫出して、わー。速攻絶叫してる。僕も絶叫したくてしてるわけじゃないのよ。気持ちとしてはゼロでいきたいのよ。だからこの先絶叫出していきたいと思う。あんなところに隠しブロックとか分かるわけないやんか。あぶねえ、忘れてた、あのブラックパックンを。てかさ、全部罠を見る人みたいになっちゃってるから、ちゃんとやっていこう。この前やったんでしょ。この前というか、これ1年前かな、2年前か1年前ぐらいにやってるんだけど、やっぱりマジで忘れてるね。そしてここ、どっか入れるのか。左にダッシュしてみようか。左にダッシュ。どっかに入れませんね。ああの都会に入ればいいのか。 P スイッチを押して、あー、なるほどね。だからここの P スイッチを押して、ここに赤い都会が隠されてたよ。で、この先に進めると、進めませんね。この P スイッチを踏んで、 P スイッチの音が鳴りやんでから下の都会に入ろうか。この P スイッチが鳴ってる間、なんなら僕は探索までしておくよ。この辺に罠がないかとかさ、なんもない感じだね。じゃあ鳴りやんだんで下の都会に入っていきましょう。そしてスネークブロック、君は信用していいのか。うん、意外と早いのね。スネオくん、スネオくん、一緒やし。生きてる、生きてるよ、生きてるけど、これもう僕は積んだ感じなんじゃないのかな。右に渡れる、頼む。ドクルマン。そうで、ごめんね、みんな、また同じようなコースしてしまって。まあ、このコースしたの2年前ぐらいだから、ほとんどの方がね、見てないとは思うんですけどね。そして右上、今気づいた、ピンコイン用コースじゃねえかここ。そんでカールって書いてる。カールって、僕お菓子のカールぐらいしかわかんないんだって。今発売されてんのかな、カールって。もうないのかな。一旦下行ってみる。あ、思い出した、ここ右行ったら確かね、ここ開くんだよな。転ぶだろうが。この超乗りにくい音楽を無理やりライブ感を出して乗っていきたいと思います。イエ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 イ。頭狂ってんじゃねえ、マジで。早くやれ、いいから、そんなことは。ここは上か下からオンオフ。下から行ってみる、一旦。なんかこっちが怪しいもんね。とことん2分の1弱いな、本当に。僕の世界だけ2分の1の世界、マジでおかしいと思います。なんでこっからノーカットでお届けしよう。みんなに僕のこのトロールコースっていうのはどんだけ時間がかかってるかっていうのをぜひノーカットでお届けしちゃった以上、チャーチュー上からだ、絶対上で間違いないと思う。上田晋也。さあ、ここのオンオフをして土管に入っていく。そして次、そろそろチェックポイントにあってもいいと思ったけど、まだまだないんで。ウォロング、危険っていうことかな。あ、違うっていうことか。え、こっち違うの。え、じゃあこの扉は何。え、他に行き道なんてなかったと思ったら最初戻されたよ。え、
最初って何、最初って、え、こっから普通に行っていいのかな。オンオフが変わってる状態でなんか変わってるみたいな、あ、次この土管に入れるみたいな、あー、なるほどね。え、すごいすごい、マジでどうやって変わってんだろう。あーあーが清いんだって、やめろその声。すぐジャンプ、すぐジャンプ、そしてブラパを避ける、そして下のスネークブロークと上どっち行けばいいんだろうな。え、あのブラパ行ったら絶対無理だよね。一旦スネークブロークを運んでみる、どうなるんだろうね。あ、こっちに戻ってくるだけっぽいよ。じゃあ右に行くしかないのか。そして右下か上かどっち行こう。一旦この土管に行ってみようか。多分右下は違うと思うんだよな。ナイス、中間ポイント。そしてジャジー、こっち来いよ。今こっちまで来てさ、うわーってやられたかったんだけどね。そうやって言わせてくれ。そしてここのドアに入っていけばいいのか。さあ次は何が待ち受けてる。ピッコリマ植物。このドッスめっちゃオープニングで使えそうだな。今日のさ、放題とちょっと被るかもしんないけど、あれオープニングで使えそう。じゃあここはすぐパックを抜けていく。そしてあのドアに入ればいいのかな。絶対隠しブロック、やっぱあるよな、分かってんだよ。そんぐらい、そんな初歩的な罠に僕は引っかからないよ。いけませんよ。あ、なんか下見える、毒沼の中なんか見えるね。ほらほら、ツタがあるんだよな。で、このまま左に行って、あー、なるほどね。え、よく見たと。誰が言ってんだよ、ほらって。じゃあここはさ、いや、あのハテナブロックだなくて思ったんだけど、じゃあ違ったのか。え、じゃあどうすればいいんだろうね、ここどうしようもないんだよな。ほら、ここバーもあるしさ、上からもドアに入れない。あ、わかった、これここでジャンプするんじゃない。あー、なるほどね。いや、これめちゃめちゃわかんねえな。こんなんあったっけ、これ左は。うわ、なんか出てきそう。やっぱりね、そういうことだと思ってました。でも気になる右もちょっと入ってみたいと思わない。え、こんなのあったっけ。いや、ていうか全部がこんなのあったっけっていうことになると思うんだけど、もうほぼすぐの輪に引っかかってるかもしんないよね、僕って。じゃあここは上にジャンプしていく。このまま左でいいのかい。そして土管に入っていく。さあ次はチェックポイントにあってもいいと思ったけど、ここは何もしない。それで合ってるんでしょ。違うよ、中間が欲しい。僕は今とても中間を欲してるよ。ここまで結構長いもんな。そしてこの矢印はなんだ。絶対なんか出てくるよ。フラワーちゃん、ナイス、フラワーちゃん。溶かしたらまずいんじゃないの、ここ。いや、でもこんくらいは全然渡れると思う。あー、やった、こんなの簡単じゃん。分かっちまえば、こっちのもんなのさ。ダッシュボタンはしないようにしよう。いらんことファイヤー出すな。そして下にピースイッチが隠れてんのが見えてんだ。あのピースイッチ絶対押したらいけないよ。でもさ、押したらどうなるか見てみたくない。いや、罠だとは思うんだけど、上からなんか降ってくるとかかな。でもこれさ、ピースイッチ出てきてるけど、これピースイッチなくなるの待っておけば、包帯が出てきて、僕と一緒にパンケーキを作ろう。マリオと砲台がさ、一緒にパンケーキ作ったら、マリオが中身にされそうだね、パンケーキの潰されて。そしてここはどうしようか。ガリガリの中に絶対ドアとか入ってると思うよ。一旦確認しようか。入ってないのね。いや、チビにされちゃった、くっそ。あ、でもこれチビで合ってんじゃない。上は、やはり、やったやった、ナイスナイス。そしてここのピンコインを取っていく。そしたら花が邪魔ですわ。まあ、全て分かったよ、のび太くん。あのピンコインは罠だっていうことさ。でもさ、左の土管って青土管だったじゃん。だからめちゃめちゃ早く行けば行けるんじゃない。ピンコインを取った瞬間早く、うん、いた、ハハハハハ、押す。ダメだ、もうピンコイン取らんでいこう。てかさ、僕たまにドラえもんの声真似みたいなしてると思うんだけど、あれ自分の中じゃ100点中82点ぐらいあると思うんだけど、どう。上からなんか来てるってことあるよ、石井のドア。このドアに入ってまだ何をすればいいか全然分かってない。あ、左に逃げればいいだけか。で、大量だ。わっしゃい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 。すいません、お見苦しいところを見せてしまいました。あ、僕の存在自体が見苦しいんですけどね。じゃあここはすぐドカに入っていく。うおっ、いい。今回チェックポイント2までめちゃめちゃ長くないか。じゃあここは常に右ダッシュ、ボケーン。何回引っかかってんだここに。いい加減にせよ。チェックポイント2まで本当に長い。何これ、叩いていいの。叩いてみる。そしてすぐ右に行く。やった。今絶対積んだと思った。危ねえ。チェックポイント2はなんでないの。
あれ、制作者さんはジラシプレイがご所望のようだ。じゃあこのコースは今からもジラシックパークだね。いや違うんだって、ここさ敵のブロック壊すじゃん、下に床があるんだよね。でこの床のブロックの方に行きたかったの。あ、キノコ様。なるほどね、このキノコ様通ってブロックを壊していけと。いや全然余裕すぎる。まあこっから中間まで一回もやられずに行きたいと思いますよ、このブロックは。キノコ様じゃねえ、フラワー様。え、どっち取ればいいんだろうね。え、このフラワーはちょっと取ってみようか、ギリギリ戻れる範囲で取ってみる。あー、なるほどね、スーパーボールフラワーがあって右に進めなくなるっていう感じだったのか。じゃあここはファイヤーボールで先に進んでいきましょう。そして右のハテナ叩いていいのかな。いや叩かず進みていいけど、ちょっと叩いた瞬間すぐ右に行こうか。お前は隠れてろー。コロドカンの次こそ中間ポイントがあると思うよ。中間行、中間行。中間がない、なんでない、キンブリさんのコースこんなに鬼畜だったっけ。このちくわブロックの下怪しいな、行ってみる。いや頼む、中間ポイント来て。スリーポイントじゃねえか。うん、マジどうしよう、こんなに中間ポイントがないなんて思わなかった。誰が誰が何なんだお前は、何もしなかったらダメだ。ナイス。なんで左に行けるようになってんだ、どっかに入れねえじゃねえか、無機物。いやーここは下降りるっしょ、そしてこの無機物をかわしていくっしょ。そうしたら左にカロンの甲羅が出てくるっしょ。でこのカロンの甲羅を乗って左に側に進めと、そういうことですね。そしてなんか2って書いてない、やっと来た、チェックポイントに。頼む、本当に取らせてくれ。チェックポイント2はこの先にあんのか。何もしない、僕は一旦何もしない。いや何もしなかったらダメだ。いや絶対チェックポイント2だと思って思いっきり油断してたな。これさ、カロの甲羅を残した状態でどうにかしていけないかな。いやー無理か、やっぱ絶対カロの甲羅をなくさなくちゃいけないのね。でこれ上に行く、いや倒しておく、上に行ってよかった。でもさ、左にドッスンが出てくるってことは絶対にこっち側に誰か頼むって。もこんなところで我慢はないよな、誰かちゃんと僕をやってくれるよな、ずっとこのままっていうことはないよな、絶対に誰か来てくれるよな、頼むよ。ふざけるな。さあ戻ってきたよ、ここは下で何もしなかったらいいのか。でこの場所で待っておけば大丈夫っていうことだね。やった、やった、中間ポイント。くっそ嬉しすぎてコントローラーを離してしまったぜ。なんだお前は、オンしても、あーやられな、あーやられてくれるんだね。そしてどかに入っていこう、もうゴール近いんじゃない、絶対もうゴール近いと思うんだけど。すぐ右、すぐ右に行って上の方にジャンプしようか。そしてこの、いや絶対左側に隠しブロックあると思うんだよな。いや大体そうなんだよな、分かってる分かってる。そしてツララを越えてすぐ右に行けない。てかさ、こんなコースマジでしたことない。途中までキングブリングさんのコースで、そっからオリジナルだよきっと。最初はずっとパクってるコースかなと思ったんだけど、いや全然違うね、こんなん下覚えないもん。まあここはオープンブロックに乗っていいのかな、一旦ちょっとだけ乗ってみる。なるほどね、このバネがこの押し出して左上の針に当てるっていうことでしょう。では左の方からバネに乗って上に行く、絶対取ったらダメだと思う。一旦右の方まで行ってみようか。あ、これ取っていいの。ちゃんと取れ、このキノコ信用していいのかな、一旦取ってみるよ。あーはいはいはい、ジャンプして飛んだってことか。これはうまい、まさかキノコの裏にブロックを隠してるなんて思わなかった。いやああいうところってさ、なんでかジャンプして取りたくなんない、なんでだろうね。それも人間の七不思議だよきっと。じゃあここでトゲベッドをかぶっていく。まだゴール、え、めちゃめちゃ長くない、中間ポイント1からさ、ここは右、いやこっからショートカットしていける、いけるじゃん。うわナイスナイス、右なんか怪しいと思ってたんだよな。そしてここの上のブロックも壊していく。そして左のこの USA 取ろうか。で USA 取ってもこの氷ブロックが壊せないんだよな、どうやって壊すんだろう。このチョロプ持てってこと、一旦上行ってみる。上行っても何もない、この上も何もないでしょう。じゃあこのワンワンが一旦どっか行った時にチョロプ持ってみようか。そしてこのパック倒す。なんだけど、絵しか出ないよこれ本当に。どうやってあのファイヤ
が取るんだろうな。一旦ここだけ壊しておいて右から行ってみようか。右から行ったらどうなるか、絶対なんか出てくる。あぶねえ。この月は何だろうな。え、この月どういう意味があるの。助けてピヨキンブー、どこ行ってんだ。さあこっからだよな。こっからの氷ブロックをどうやって溶かすかなんだけど、一旦真ん中のブロック壊しておこうか。で一番右も壊す。でお月様を出しておくからの、上のブロックがすげえ怪しいよね。このブロック何なんだろう。いやー、なるほど、これがフラワーっていうわけね。え、っていうか USA 取ってよかった。実はここを壊して USA で行くみたいな、そんな感じだったらめっちゃ。いや、ちょっと待ってよ、これさ、左ゴールっていうパターンありそうじゃない、このバーの中。頼む、ここがゴールになってくる。違うんかい。くっそ、絶対ゴールだと思ったのにさ。ここは僕何もしないよ、何もしないで、この先に進めない。大丈夫、あのレビンの中がゴールだ、そう信じろ。一番左まで行こうか。一番左はブロック開かないね。あのレビンの真ん中がゴールなんだ。なんでそうだと思って、なんで右に行っちゃったの。くっそ、え、こっちは何、チェックポイント戻しなきゃ。やめてよ。来たよみんな、お月様も一緒に来てくれてるね。お月様ここ来てくれんのかな。あ、ここまでは来ないのか。そしてここはあのレミーの場所にちゃんと真ん中に行こうか。そしたらゴールができるんだ。やったー。長かった、めちゃめちゃ長かった、今回のコース。いや最初は本当にね、キングブリングさんの丸パクリのコースと思ったんだけど、ちゃんとオリジナル性を出してきてたね。すごく楽しかったです、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、だるまさんが転んだということで。いや正直今日一発マリオするか5分ぐらい悩んだね。いやマジでさっきのトロールコースが鬼畜だったから、するのやめようかなって思ってた。まあでも最初にトロールコースと一発マリオやっていきますかって言ったもんなと思って、だからこのコースやっていきたいと思います。で説明文に、炎を吹く前に死んだふり、最初と最後は大胆に、あとは死んだふりをしながらじわじわ進んでいってください。ランダムの扱いは難しいですね。ってことは缶の甲羅を入って死んだふりをしながら進めっていうコースだろうね。いやめっちゃ面白そうな一発マリオだなと思って、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.30%。 よし、ちゃっちゃ終わらせていこう。さっきのトロールコースで約2時間ぐらいかかっちゃった僕。相当時間かけてしまった。じゃあここはドアに入って、びっくりした今。え、これちゃんと戻ってる。なんでよ。なるほどね、早くドアに入れってことか。そうしないと下に落っことされちゃうんだろうね。ですぐ死んだふり。そしてこっからどんくらい進めんだろう。え、全然進めんくない。タイムが20秒しかないんだけど、20秒以内でいけるこれ。すぐ死んだふり、そしてまた死んだふり、これ2歩ぐらいいけるかな。あー2歩無理なんだね。ってことは1歩ずつ死んだふりしなくちゃいけないのか。もう分かったよ制作者さん、みんなも安心して見てて、これでちゃちゃっとクリアしていこうじゃないか。1歩進んで死んだふり、1歩進んで死んだふり、これ間に合うかな。めちゃめちゃ遅い気がするんだけど、残り10秒か。いや意外といけるんじゃない。最後だけダッシュすれば多分いけると思います。まあ見てて、絶対いけないと思うから。あと1回、あと1回で、ね、こっから右ダッシュ届けー、サンキュー。絶対間に合わない、あの生き方だったら。最初と最後は大胆にって書いてたから、最初どんくらい、あ、最初結構いけるんだ。じゃあさ、最初何歩ぐらい進めるか様子見ようか。 1,2,3,4,5,6,7,8 7でいけそうじゃない。だから7、いや6でいこう。6回歩いたら死んだふりしてみる。 1,2,3,4,5,6、 これどう。はい、ダメー。じゃあ次は5歩だ、5歩で行ってみよう。1,2,3,4,5、これでどう。はい、じゃあ次は4歩だ、1,2,3,4,5、これでどう。4歩で確定だね。そして1歩ずつ進んでいけばいいんじゃないかな。2歩いける。いや2歩やっぱダメか。さすがにもうこれでゴールできるんじゃないかな。いやフラグじゃないよマジで。 1,2,3,4 ここだったっけ。違います、ちゃんと4歩数えていこう。喋ってたらちょっとわけわかんなくなるから、喋らないでいきたいと思います。今何歩だったっけ。今3歩か4歩ぐらい、ちょっとどっちか忘れたんだけど、こっから1歩ずつ進めばもうゴールできると思う。最後は結構先に進めるもんな。まあ最後無理にいかなくてもこのまんま多分いけるかこれ。頼む、残り3秒。いやもう1回、こっからゴールできるか。やったー。いや
やこのアイデアはマジで斬新だね。っていうかカロンの甲羅で死んだふりしてたらパックンが火吐かないの初めて知った。みんな知ってた？これ知ってた方結構少ないんじゃないかな。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。